こんにちら、侍事故のことです、えー。こちらの動画ではですね、二色勤級に5回以上落ち続け、えー、もうどう勉強していいか分からなくなってるあなたへということでお話をしております。はい、えっ、ー、と、講座の名前ですね、えー、おすすめの講座の名前です。これ、ズームリよルですね、完全ワンツーマン、僕とあなただけですね、えー、の完全ワンツーマン型の回答解説会ですね。 えー、こちらを、えー、お勧めしております。そして、えー、次コースはね、えー、この回答解説会でね、えー、合格をどうすればいいかっていうね、勉強方法とかですよね、改善の方法ですよね。えー、あなただけの改善方法をね。これを見出しまして、まあ、次コースは合格しましょうと。ね。6回目は合格しましょうと。いう講座になっております。はい。では行きましょう。えっ、ー、と、画面の共有をいたします。はい。えー、Google でですね、えー、募気教室侍塾と。 というふうにですね、検索していただきますとね、えー、こちらの方ね、えー、社長の簿記学校っていうね、えー、現時点では、えー、社長の簿記学校というね、えー、ネーミングでホームページー立ち上げてますで。ここをクリックしてください。はい、でそうしますとね、まあ、これが僕のホームページなんですけどね、えーまあ、こちらの、はいえーと、最新情報ですね、えー、どこに行きまして、えー、こちらになります。ズームによる完全ワンツーマン型第168回二章簿記 の回答解説会とといいううここでねこちらククリッししましょうはい、そうしますとね、ここに詳しいね、ちょっと内容が書いてありますね。こ、え、れ、ー、ちょっと説明していきますからね、えー。これに従ってですね、えー、お話をします。あとでね、もうちょっとね、詳しくねあの、どういうことをもうちょっとやるんですかと、どういうふうに打開策を考えるんですかっていう話しますからね。はい、じゃあ行きましょう。えー、まずですね、えー、こちらの講座はですね、えー、有料になってるんですけども、 168回を、ねえー、受験、き、ねまあ、今日は、えー、と11月の16日、前日なんですけどね、えー、明日本試験ですね、あ、はい、明日の本試験を受けた方です、ねえー、に向けて、ね、えーまあ、これ、日本唯一だと言ったといいと思うんですけども、も完全ワンツマンです。完全ワンツマンね、はい。ということで、えー、大手さんでは、ね、あの回答解答解説会らやってると思うんですけどね、それは講師1人に対して生徒さんいっぱいですよね。うん、で僕は違います。 公式人に対して生徒はあなただけです。という完全ワンツーマン型ですね、の回答解説会になります。はい。で、次ですね。で、方法なんですけどね、投稿座の方法はですね、168回、あの、本試験ですね、もう受験の後にですね、ご自身のね、まあ、回答ですね、とか、あと下書きですよね。それをですね、あらかじめ僕の方にですね、送っといていただいてですね、そして、えー、僕はね、回答解説会の前にね、ちょっとじっくりと吟味させていただきます。 あなたの回答とかね、下書きをね。うんで。それによってですね、まあ、どこが間違ったのか、なぜ間違ったのか、というのをですね、事前に研究をさせていただいて、ね。で、今後ね、えー、まあ、僕はプロですからね、30年、えー、近くね、このプロ目標表彰して飯食ってますから、えー、すぐにわかるんで、原因がね。うん。で、今後ね、あなたがね、合格しやすいです、ね、あなただけの打開策、これを見出していくというコンセプトですね。はい。 これはですね、さっきも言いました通り、多分ないと思います。ここまで丁寧なね、回答開始ですからね。特に大手さんは絶対無理ですよね。講師一人に対して、あなた一人は無理ですよね。うん。ということで、これは僕が小さい小さい塾だから実現可能ということですね。はい。で、次ですねで。投稿図はですね、これ、ズームです。ね。ズームね。を活用したあオンライン型ですね、えー。講師があなたの目の前にいないと。ね。いうことですからね。はい。えー、で、ワン、ツーマンでやるということですね。 はい。で、今言ったようにですね、えー、業界キャリア、僕は25年超。前、ねまあ、も約30年です。で、累計の簿記講義時間数ですね。これ3万時間を超えてます、僕は。生涯でね。うん。のプロ簿記講師ですね。まあ、二所簿記もバンバン合格実績あります。ね。うん。というですね、ご当主の私ですね、自らが直接指導いたします。はい。で、投稿座はですね、完全ワンツーワンなんでね、顔出し、名前出し、声出しでお願いしますね。 うん、匿名とか絶対ダメですからね。はい。えー、で、次ですね。ズ、えームの使い方がわかんない場合ですね。これ事前にね、YouTube とかでね、ズームの使い方って検索しますとね、あの出てきますから、そちらの方でね、マスター発信をしてください、まあ。ちなみに僕はプロ、僕プロですけどね、あの機械はカラックに苦手ですからね。だから機械に関するご質問は僕の方にはやめてくださいね。はい。ちょっとご自分で、ね。機械に関してはね、 パソコンに関してはね、ちょっとご自分で、えー、ね、えー、勉強してください、ね。僕はパソコンのプロじゃないですからね。簿記のプロですからね。はい。で、次です。で、なおですね。え、マイク、まあ、いろいろ、あのね、えー、操作があるんですけどね、えー、機能があるんですけど、これで十分ですよ。マイクのね、まあ、音声、ねで。カメラの画像が表示できればね、あと PDF のね、画像共有ができれば全然 OK です。ねまあ、この3つぐらいですね。全然 OK ですね。 でまたね、まあ、これ一応書きましたけどね、画面が見えるように音が聞こえないとかですね、毎月のイヤホンを外すとね、まあ、あの治ることが多いですよとかね、うん。で、よってですね、えー、あなたの周りに、ね、雑音があるとね、まあ、僕の講師のね、声とね、混ざっちゃってね、ちょっと聞きづらいですからねあの、個室でやってください、個室。ね。うん、ご自分のね、部屋のね、個室です。ね。あの、ご家族の方とかね、あのただまテレビ見てるとか、 えー、そういうふうになると、ごちゃごちゃね、ちょっと雑音になっちゃっても聞きづらくなっちゃいますからね。うん。これは必ず個室でね、やるようにしてください。はい。で、さらにですね、あの、パソコンによるズームでもね、えー、可能なんですけどね、まあ、インターネットのね、接続状況によってはですね、ちょっと画面が切れちゃったりね、入室できないトラブルが結構起こりやすいんですよね。うん。多分、でも、できる限り iPad とかね、スマートフォンですが、こちらの方でね、まあ、ズームやることをお勧めします。もちろんパソコンでもいいでしょ。パソコンね。まあ、ちなみに僕はパソコンですけどね。うん。ということで、えー、こちらはね。 チェックをしてくださいでなおですね、パソコンによるですねえ、ズームでカメラ設定が分かんないとか、ね、ちょっとパソコンが苦手だっていうね、僕と同じね、苦手だっていう方、あなたはですね、あの家電量販店にね、まあ、あ行けばですね、まあ、流用出張サービスとか、まあ、家電量販店に直接行くとか、ね、で聞いてください、ね、そのパソコンのね、プロがね、スムーズにあなたに教えてくれますからね、うん、もし使い方分かんない場合、これは相当でねあの、結構ズームとかやった方が多いと思いますからね、多分大事だと思うんですが、念のためです。ね はい。で、またね、あの、入室トラブルとかありますとね、まあ、その分ちょっと講座の時間数が短くなっちゃうもんですからね。えー、後ででいますけど、これ2時間の講座なんでね、えー、ちょっとトラブルになっちゃうと短くなっちゃいますから、1時間しかなくなっちゃうとかね、えー、1時間8しかなくなっちゃうってうなっちゃうんでね。うん。だもん、でですね。 えー、それの場合はあの、ねえー、ちょっとたればあトラブルね、入室トラブルで、えー、受,けば受けられませんでしたよって言ったらですね、あそれちょっと言いますけど、これキャンセラー使いになって返金できませんのでね、うん、なもんでですね、身内や、ね、友人、知人にですね、お願いしてですね、事前に Zoom の使い方とかね、接続方法はね、あの確実に練習をしておいてください。僕と Zoom やる前にね、うん、OK さね。 はい。で、えー、講座の当日はですね、まあ、ズームの接続と、ね、操作がスムーズにね、くようにね、まあ、事前に練習、ズームの方して、しといてください。あの、やったことない方はね。あの、やったことある方は大丈夫だと思います。全然ね。うん。ということで、そこだけ注意してくださいね。はい。で、次ですね。受講料なんですけどね、これ事前振り込みの1万円となります。1万円ね。はい。あの、うちは、あの、インボイスは発行してませんからね、ら消費税はいただいておりませんので、ね。だから、1万円ポッキリということになります。 はい、で講義時間数ですけどね、さっきも言いました通り、2時間です。まあ、1回だけですけどね、えー、2時間ということでね、やっていきます。はい。2時間前後ですかね。うん。で、講座にあたってですね、徐行にあたっては、もう引き揚げとね、電卓を必ず用意してくださいね。はい。で、次ですね。で、投稿座のね、まあ、終了後にですね、あなたにマッチする講座がもしある場合ね、まあ、提案させていただきます。ね。ただしね、ご当務長、私のですね、商売の新年上ね、 強引な販売はは絶対ししませんからここは安心してください、ねうん、でむしろね、あなたにマッチする講座がないと、侍塾の僕がね、扱ってる講座、ラインナップでね、ないと判断した場合は、僕、オールいたしませんから。ね、うん、あの余計なお金は使ってもらいたくないんで、僕は、ね。だから売りません、逆にね。うん、その口座欲しいんですって言われてもね、いや、ちょっとね、あなたにとっては不要ですよって言った場合、僕はっきり言いますから。 ね、で結構、断るケース、僕、多いです。ね。売るケースより、断るケースが多いですからね。はっきり言って、どっちかっていうとね。うん。うん、ということで、ね、ここは安心してください。ね。うん。で、次ですね。で、講義の日なんですけどね。あなたの希望日のね、曜日と時間帯ですね。ここに 2, 2、3個教えてください。ね。で、僕とあなたのね、都合のいい日が講義日になります。ね。完全満ウンスマウかね。ただし、これ非常に重要です。重要ね。ただし、一旦決まったね。 日時の変更やキャンセルですね。これはやむを得ない事情がある場合以外はおやめください。ね。で、そのやむを得ない事情というのはですね、自然災害、まあ、地震、雷、火事とかね、そういった場合ですよ。ね。それ限定ですからね。うん。および身内の救世です。ね。うん。ということでね、これは、まあ、しょうがないんでね、あの、まあ、変更とか、ね、キャンセルとか、お受けしますけど、それ以外の事情ねうね、ん、例えば子供が熱出ちゃったとかね、 風邪ひいちゃったとか、急にとかね。それダメです。ね。うん。ということで、そういったね、あのー、なんていうんですかね、えー、状況ですね。もう何が起こるのか分かんない状態。ただまあ、小さい子供、お子さんがいるとかね、ちょっと介護中のね、えー、お年寄りがいるとか、そういった場合はね、まあちょっと急な多分用事が入るケースが多いと思うんですよ。ね。でも、それダメですからね。はい。だから自然災害と民主の救世じゃありません、ね。うん、ここはご了承ください。ね。はい。で、なぜならですね、 一旦決まった日時はですね、これはホテルとか旅館と同じようにですね、他の熟成さんを僕予約入れないです。当たり前ですけど。あなたが予約したらね。だからその日はね、予約が入れなかった熟成さんのこれ、迷惑になっちゃうんですよ。ね。あなたがもしね、突然のキャンセルとかね、突然キャンセルした場合はね。うん。もちろん僕もね、他の仕事入れません。あなたから予約もらったらね。うん。だもんで、えー、ね、まあ、料理をたっぷりともう用意してね、待ってる旅館と想像してください。 一つの部屋しかありません。しかもね。うん。で、あなたのためにも待ってて、ね。で、それ突然ね、直前になって、あ、やっぱやめます。変更してくれた。だったら非常に迷惑かかりますからね。あの、他の熟成にも僕にも迷惑かかります。だからそういうことをやる方には、ね、ちょっと僕の、ね、このね、ズームのやつは OK させていただくことはできませんから。ね、ご受講はお控えください。こ、ね、こははっきりと言います。ね はい、でよってですね、万が一ね、あなたのご都合によるですね変更とかキャンセルされる場合ですね、す、うん、でにね、ご予約いただいた講座のね受講の権利は消滅しますから、ねここだけはねあらかじめご了承ください。ね、じゃあ、あって確実に時間が大丈夫ですよと、確保できますよっていうね、そこを予約の日にしてくださいね。はい、ここだけはもう徹底的に守っていただいてます。ね うん、あのちなみに、前はね、結構あの変更とか全然 OK ってしてたんですけどね、そしたら、やっぱりこう、バンバン変更されちゃったんですよ。ね。そしたら、僕はね、もう、大変なことになっちゃったんだよ。ね。うん。要は、ほとんど収入にならなくなっちゃってね。うん。で、キャンセル、キャンセルとか変更、変更になってるとね、まあ、ちょっと僕、仕事にならなくなっちゃったんですかね。自分が潰れちゃう状態になっちゃったもんですから。ね。なんで、あ、これはまずいということでね、えー、ここだけはちょっと守ってくださいと。 ね、で、これ、守れない方はね、すみませんおあの、お断りいたしますと。いうことでね、ここはもうきっちりしてますから、ね、ここだけね、確実にね、えー、一番大事なところです。お守りください。で、これ、守れればね、あの全然大丈夫ですます、あ。ちなみにね、あの、キャンセルとかね、変更になっちゃったケースもちょこっとありますよ。ちょこっとね、どうしてもちょっと熟成さん自身がね、ちょっと病気になっちゃったとか、いった場合はあるんですよ。あるんですけど、ね、でも、めったにないです。めったにない。 ね、僕、年間620時間ぐらいやってますから、ずーぶね。うん、多いときはね。まあ、少なくとも460時間ぐらいやってましたからね。うん、なので、その中でね、まあ1回か2回ぐらいかな。うん、ということで,なんで、あんまりないですから。ねうん、ということで、あんまりだから後半気にする必要ないんですけどね。うん、万が一そういうふうになっちゃったときはね、えー、ごめんなさいということになります。はい。で、次ですね。で、締め切りなんですけどね、2024年の11月の20日の水曜日までとさせていただきます。ね。 はい。で、定員は10名様。ね。で、完全ワンツーマン型なんでね、あの、提供時間に限界があるんですよ。ね。はい。従ってですね、お申し込み状況によってはですね、えー、水曜日だともう前になっちゃってるとか、ね。例えば、19日で前になっちゃってるってケースもあり得ますからね。その場合はちょっと OK できませんから、あらかじめ考慮をしてください。ね。だなるべく早めにね、えー、お申し込みをしてくださいね。 はい。で、お申し込み方法ですけれどね、ホームページのお申し込みフォームからね、まあ、168回の印書部金器の回答解説会希望とね、メールを打っていただければですね、追って僕はね、まあ、金庫の振り込み先とかね、手続きメールをいたします。はい。で、こっちだとこう、ポストしますとねはい、こんな感じでね、えー、お申し込みフォームになります。はい。で、これ赤いとこ全部書いてくださいね。はい。あの、全部書かない場合はね、OK できませんのでね、あらかじめご了承ください。だからお名前も全部、フリデムでちょっと書いていただいてですね。 ニックネームだけですからね。フルネームね。で、住所ももちろん書いていただいて。ね、で、電話番号もね、もちろん書いていただいてと。いうことで、部書いてくださいね。省略は1個もなしです。ねで。もし省略された場合はね、ご契約できませんから。ね。あらかじめこれをしてください。はい。で、次ですね。で、その他ね、ご不明な点ございましたとね、申し込みする前にね、ちょっとこういうとこ確認したいなって言った場合はね、これはあの、お問い合わせ法もありますから、ね。そちらの方からお問い合わせください。まあ、これもポストと押しますね。はい。これがお問い合わせのページになります。 これも、あの、赤いところ全部書いてくださいね。うん。これもね、あの、抜けちゃってる場合は、お問い合わせに対してお答えいたしませんから。ね。あらかじめご了承ください。はい。よろしいですかね。ということでね、えー、ばーと説明してきましたけど、ね、ちょっと画面戻します。はい。えー、以上がですね、えー、ズームによる完全を集ま、僕とあなただけです。の解答の解説会ということになりますね。 はい、まあ、ぶっちゃけたらしいね、あの内容面の解説はね、まあ、僕も、あの、ねえー、明日ですね、本試験が終わって、あの問題がね、えー、公表されますからね、まあ、それが公表されてからしか僕はあの解くことできないんですけど、えー、それで解いてですね、あの内容をね,ね、まあ、ちょっと解説はしようとは思っております、僕自身ね。うん、でそれを見てもらえば、まあ、正直内容自体はね、あの誤解上し続けてるっていう,いう方はですね、まあ、内容は大事だと思うんですよ。 あの解説聞けばねああなんだそうだったんだっつってね、えー、大丈夫だと思うんですよただね、えー、本試験の時できないとダメじゃないですか当たり前ですけどね解説聞いた後に納得してもまあ遅いんですよ、ねうん、あの本試験の最中に気づいて70点以上解けないと合格しませんからね当たり前ですけど、ねうん、でもそれが難しいわけですよね、うん、でそれがなんでね 解説聞いた後だったら分かるのに、なんで本試験の時に気づけないかってことじゃないですか、あなたが。ね。それに気づけないから誤解状を打ち続けてるわけですよ。ね。で、その原因はですね、普段の勉強にあるんです。うん。あなたがね、どういう勉強を普段してるのか。ね。それが原因なんですよね。そして、ね。その原因。まあ、いろんな原因あると思うんですがね。一番の大きい原因はですね、 やっぱり、基礎なんですよ。基本。うん。基本をおろそかにしちゃってると。というのが一番の原因なんですよね。うん。で、それをね、まあ僕は、ああ、チェックするんですけどね。その原因のね、判明する、一番わかりやすいきっかけが下書きなんです。下書き。あなたが書いた下書き。うん。ここにいろんな情報が詰まってるんですよ。うん。ね。 なら、何も書いてないですよ。でも、まあ、ぶっちゃけでなしでいいんです。下書き書かなかったですよ。でもいいんですよ。問題文ちょこちょことメモ書きしただけです。でも、情報としては、僕欲しいんです。ね。で、下書き書いた情報があれば一番いいですね。うん。で、チェックしてもらう、あの、させていただいてですね。いけば、あ、こういう理由でね、ちょっと誤解上落ち着けてるのとかね。まあ、僕はわかりますからね。うん。で、完全ワンツーマンでね。それをあなたに、 えー、アドバイスさせていただくと。<laughs> で、普段、ああね、次の半年間はね、まあこういう勉強した方がいいですよとか、<laughs> ね。まあうちの講座でね、まあちするやつがあればもちろんね、さっき言ったように進めたりはしますけどね。うん、なかったら進めませんけどね。<laughs> うん。ということでね、まあ、ちなみにね、現時点ではね、あの僕のラインナップはね、あの、1万円コースばっかりなんですよ、基本的には、ね。ただ意思決定セミナーとかね、意思決定だけの集中講座とかね。 あとは、企業結合の事業分離とかね。うん。あとは、総合原価計算の特訓とかね。まあ、そんな感じのやつしか今日いないんですよ、ね。で、工業部原価計算のね、一応、まあ、あるんですけど、ね、講座はあるんですけどね、アーカイブ型っつってね、ね、えー、あるんですけど、ただね、えー、ちょっとね、作り直そうと思ってるんです、僕ね。うん。あの、教材をね。 だも,んでですね、もちろんね、あのー、僕の講座すぐに受けたいって言った場合はね、高原だけなんですけどね、ちょっと生涯ないですからね。高、え、原、ー、だけは販売することはできるんですけど、ね、紹介はね、ちょっと、あのー、作り直しますからね。うん、なので、えー、ね多分お勧めすることはないです。僕の二所墓級講座の紹介はね。うん、どうしても高原の方受けたいって言った場合はね、高原の方お勧めするかもしれませんけどね。まあでも基本的にお勧めするつもりないです、今どおりね。どっちの講座もね。うん あの単発の湿気手セミナーとかね、えー、そういったものはお勧めするかもしれませんけどね。うん。もんで、ちょっとね、僕自身のね、現時点でのね、二ボキッキのラインナップがね、ちょっとまだ少ないもんですからね。うん。だから実際は完全版、ツーマンのね、この講座で大体終わりって形になる可能性が高いですね。うん。ということでね、ね、えー、講座自体は多分他講座の方を受けていただくというふうにはなると思いますよ。現時点ではね。 まあ、将来はわかりません。半年後か一年後かはね、ちょっと僕もラインナップ作っとこうと思いますから、二色聞き機のね。うん。だからその時には、あのね、えー、僕の侍塾のね、二色聞き機講座みたいな感じで、フルセットみたいなね、講座あるかもしれませんけどね。うん。と、うん、いうことで、現時点ではね、そんな感じでお勧めするっていうね、講座は教育ないですから。ね。だからワンツーマンでね、ズームで指導するっていう講座ありますよ。ね。うん。だから多分そっちの方をすめることになると思いますけど、進めればいいね。うん。 あと、あなたのご予算もありますからね。うん。ご予算に応じてえ、僕はね、あの、進めたり、進めなかったりしますからね。うん。だからそこは、あの、さっき言ったように心配しないでくださいね。はい。ということでね、えー、詳しい内容はね、また、あの、完全ワンツーマンのね、えー、内容の時にね、僕とあなたのね、えー、ズームの中で、ね、えー、見出していこうというふうに思いますからね。うん。で、こういったサービスはね、まあ、さっきも言いましたけど、どうですね、ほぼないと思いますよね。 うん、プロの募金講師一人と、ね、あなただけのね、完全ワンツーマンで、ね。あなたがなぜ落ち続けているのか、誤解状。ね。これを見出してくれるですね、講師は多分いないと思いますね。うん。まあ探してみてください。ね、まあいるかもわかりませんけどね。うん。うん、いたとしても、まあだいぶ高い金額になるじゃないですかね。うん。経営の時に先言ったら僕1万円ですから、これね。うん。 ということでね、あのー、この完全版、ツーンの回答解説から1万円ってことですけどね、非常に安いと思いますね、まあ十分で言いますけどね。うん。たった1万円でね、あなたがね、5回以上落ち着けてるあなたがね、なぜ落ち,落ち着けてるかという原因がはっきりと分かる。ね。そして次にどういう勉強をすればいいのかというのも分かるっていうね、こういったものが1万円で手にゲットできるっていうのは安くないですかね。と僕は思ってますけどね。うん。まあ、安いか高いか判断するのは僕じゃなくてあなたですからね。 ま、それで、あ、ぜひ受けたらなと思った方はですね、まあ、この動画のすぐツでしたらリンク貼っておきますから、ね。そちらの方にね、アクセスしていただいて、いてね。お申し込みね、えー、お問い合わせをしてください。はい。以上ね。あなたからのねお、お申し込み、お問い合わせお待ちしております。二正月9、合格していきましょう。ね。はい。あいます。